で、豆柴さんが持ち込みの企画を、はい、持ち込み、はい、なんかせっこんでますよ。くしゃみね。くしゃみですか。長めですね。今日短めです。短めなんですか。すいません、誤差がありますね。そうなんです。今日はですね、いやそうなんですから、ね、今の私は変なおさんですの言い方だから。今回はですね、はい、あのクロちゃんと、まあ、初めてクロチャンネルに出させていただいたということで、はい、うん、持ち込み企画を持ってきました。お、何、え、その名も豆柴クイズ。豆柴クイズ。豆柴の大群に関するクイズを、うん、持ってきましたので、はい、まあ、アドバイザーのクロちゃんなら全部答えられるだろう。簡単なクイズを用意してきましたので、それだってね、我が子が言うことなんて俺ら答えられるから全然できるよ。そうですよね。これけど大丈夫、簡単すぎてさ全然尺埋まんなかったらどうするの。あ、全然それはそれでいいですか。はい、わかりました。じゃあ早速、で一問でも外したらなんか罰金、うん、自信あるんですか。当たり前、一問でも外したらそんなかったでしょ。多分豆柴のこの子たちはそんなこと思ってなかったでしょ。思ってますよ。思ってなかった。いや適当に言ったじゃん、だって先に1人100万円です。いやダメ、絶対にあげない、絶対にあげない。お前らから徴収する。なんでなんで、どういうこと。じゃあ全問正解したらいいですよ。けど俺別に不正解したからってお金をあげないからね。でも今そういう企画になったの。いや、お金をあげない、おかしいじゃん、だって。え、ほんとに。え、どういうこと。ほんとにですよ。リアルなところで、10万円渡しました。ダメだよ。やだ、違う、ダメ。絶対やらない、絶対やらない。めっちゃ考えてる。10万円はきついって。当たったらいいんですよ。でも全問正解するじゃないですか。簡単ですよ、5万円。5万円いいですか。5万円、いや、これ値切ってる風だけどめちゃくちゃだからね、ほんとに。あれだけ言っとけば、賭博じゃないんだよ、賞金なんで。それだけ言っとかないと賭博になっちゃうから。賞金ですからね。賞金なんですね。いや、分かったわ。だったらもう5万円ね、払うわ。はい、賞金で、賞金でね。やった。私、花井モンスターが毎日ツイッターに上げてるハッシュタグは何でしょうか。そうや、でも子供のツイッター見てるよね。毎日ツイッターのね。そうや、毎日見てるよね。見てなくても毎日だから目にはしてるはず。フォローしてるんですよね。いや、フォローもちろんしてますよ。これは、なんかなんかその自分で入らそうと思ってる感じのハッシュタグですか。いや、継続してこう何か発信できればなと思って。花江自身がこう一人で上げていくハッシュタグ。そうですね、という感じですね。はい、できました。あ、じゃあ、これちゃん答えをどうぞ。これしかないですね。ハッシュタグ花エネルギー。じゃんこれ。なんで？え、それは見たことあるんですか、花江のツイートで。花江エネルギー。あります。あるってことは？ありません。正解はハッシュタグ花江です。そのまま。間違えた。今日の花江じゃない？花江。わ。え？うわ。はい、ダメ。ちょっと、もう一回。いや、パチンじゃない。これはもう。ハッシュタグ今日の花江です。間違ったじゃん、間違ったじゃん、間違ったから、これはセーフね、セーフ。違うよ、間違ったらセーフよ、セーフよ。毎日引っ張られちゃって。いや、これはもう、これはもう違うよ、それだけ。これはどっちも悪い。やだー。なのでこれは関係なし、なしね。これは農家これセーフ、セーフ。まだまだ、それの間違いもおかしいじゃん、だって。だから、まあ、次から、まあ、全問正解です。そうだね、外したらっていう。まあ、今のパイロット版みたいなもんだからね。そうですね、はい、いいよ、全然。じゃあ、第2問。現在、みゆきのピアス
スは何個空いてるでしょうか。あーちょっとお聞きしたいんですけど、はい、両耳ですか片耳ですか。あ、全部ですよ。全部で何個でしょうか。ちなみにこれメンバー知ってんの。メンバー知ってます。本当に、はい、あれだけ出たけどね、ちょっと分かった今年ですよ、今年。はい、それではクロちゃんの答えどうぞ。3個ハッシュタグついてるの。ああ違う違う違う、ハッシュタグ3個違う違う、ハッシュタグ3個じゃなくて3個違う、さっきの引っ張られたの。答えを、答えは4個です。なんで奇数じゃないの、なんで奇数じゃないの。え、見せてちょっと本当、片耳だけなんだ。そうです、こっちないです。何にも知らない。絶対ないよね。なんか思ったより難しいんだけど。私、カイルテニックスがクロちゃんにされて一番聞いたことは何でしょうか。聞いたこと、はい、ドン引きしたことです。やったっけ、なんだろうな。それ途中で答え変えないよ。答え変えないです。大丈夫。決まってるよね。決まってる。答えも提出してるんで、変わることができない。きちんとやったよ。それなんか口裏合わせたらやめてんの。中立。中立です。中立。本当？え、かえりちゃん、それはさ、それをその時どういう風な感情だった？嫌だったって言ってるけどさ、どんな嫌さってあるじゃん、自分の中で。え？むずい、マジむずい。何？でも多分クロちゃんのことが好きで、お互い好きだったら嬉しいことだと思う。さあ。え、待って待って。あ、分かった。はい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 。それではクロちゃんの答えどうぞ。ブドウを食べ合わせた。ブドウ。正解です。おお。え、嫌だったの？そんなに。そんなに嫌だったの？いやいや、違う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 、自覚あったんですよって何。自覚あったんですよって何。なんで嫌だったの。なんか本当にあの後からシャインマスカット見えたのにちょっと鳥肌が立つようになった。嘘でしょ。え、それは何が、何のタイミングが嫌だったの。あの指についたものを口に入れる。クロちゃんって言うのが違う違う違う、細胞の口に入れる。細胞いや、なんだろう、これ当たったけどすげえショックだ。当たったシーンよ、俺。これで今どうなってるっけ。当たったかな。今、ゼロ。チャラってことですね。チャラ、チャラ。じゃあ、でもこっち10万ってことですよ、そしたら。は、なんで。違う違う、だから次当たらなかったら5万でしょ、またなるほど。じゃあ、次ラストの。ラスト、ラスト。これどうなってる、これ正解すると、これ正解すると5万でしょ。クロちゃんがいや、5万をかけた問題ですか、お互いが。そうです、ね、かけたって言ってやばいですけど。いや、賞金だからさ、やっぱ最初のものに戻って、このラストでどっちが5万賞金もらえるかって話。そうですね、うん、じゃあいいですか。クロちゃんは LINE のタイムラインでこう自分の投稿を出してると思うんですけど、はい、それを非表示にしてるメンバーは誰でしょうか。え？え、どうする？LINE のタイムライン、もしかしていないかもしれないし、全部かもしれないんですけど、これもしかしたら全員かもしれない。それは分かんない、それは分かんないんですけど、何人かもしれないし、何人かってこと。いや、誰か、はい、人、誰かな、はい。ミュートにしてるメンバー、はい。ね、すごい目が怖い。急に目が怖い。ちなみに僕はミュートしてます。はい。かっこいいですね。ミュートだったんですね。僕はしてます。参考までミュート。参考までミュート。参考までミュート。え、待って、カレントも？
ってるやつらがいるってことね。もうめっちゃヒントじゃないですか、うん、これ。え、やだ、書きたくないこれ。決まりました。じゃあ答えをどうぞ。なお、あいか、かえで、はなえ。本当にそれでいいんですか。え、本当にいいんですか。かわいそう。入居はもうなんか毎日ね報告でするから、うん、多分ここもきちんと見てると思う。うん。けど後の4人はミュートにしてると思うね。今の話聞くと。正解は、うん、なお。アイカ、カエデ、ハナエの4人です。合ってんじゃん、合ってんじゃん、やった、合ってんじゃん、合ってんじゃん、5万円ゲットいただきました。いただいたみんな、さあ、作詞代もいただくからいっぱいまだまだいただきますからね。他の問題やってても全然自信ありました。あ、まあ全然ありますよ、それはもちろん。もちろん、最初の方は絶対絞ったけど正解だったじゃないですか。いや、すごい言ってくる。すごい言う。生配信とかで、はいはい、ファンの人も巻き込んで、うん、豆柴クイズみたいなのやりませんっていう。楽しそう。あ、いいんじゃない。バーテンと特にね、いや、豆柴のこと好きだから知ってると思うし。ファン VS クロちゃんもいいですけど。あ、いい。え、それいいよ。ファン VS クロちゃんとクロちゃんが戦う。なんで戦うの？一番知ってるでしょ。いや、そうですね。パパとマネシバ、どっちがクロちゃんいるか。クロちゃん強いですね。そしてどっちがマネシバを愛してるかっていうのが。ああ。まあ別にいいよね。俺愛してるから、娘愛してるからいいよ、やりますからな。おお。じゃあ賞金かけてやりましょうか。今回で終わりよ、賞金は。ファンの方がクロちゃんに当たったらいろいろもらえるとか。うん、まあまあまあ、そこもあと考えよう。めっちゃ考えるじゃん。ということで今回は5枚いただきました。